マサトを演じてるマサトは大好きなんですよ。演じてない時の俺は嫌いですよね。演じてない時の俺はテレビの映像しか見たくないですよ。カッコつけマンだから最後までカッコよく行きたいっていうね、最後までカッコつけてやめようっていう、うん、すれ違う時の中で一人ぼっちですよ。パンクラスのでかい道場ですげえ寂しいし、冬とかなんかむちゃくちゃ寒いし、だけど今俺ができるのは一人でこのサンドバッグ叩くことしかできないなと思って、毎日毎日走ってすげえ体も疲れて、だけどここで走るのやめて練習やめて逃げたら俺何もなくなっちゃうなって。会いたい思いのまま、もうずっと挑戦でしょ俺の格闘家人生。キックボクシングの頃は俺の方が絶対面白いし、やすいヘビー級に挑戦してさ、でマックスできてさ、クラウスになってさ、またクラウスに挑戦してでチャンピオンです。でそれからずっと勝てないです。で去年までずっと挑戦してます。最後の挑戦よ、悲しませないで泣き疲れて眠る夜もあるから、ノックアウト、そういう戦い方になってますからね。私だけ You're everything。 じゃあ蹴りで倒すって、めちゃくちゃ蹴ってやる。島国のチャンピオンと世界のチャンピオンと違いますからね。勝つのが当たり前と思ってますから。本当ノーガードで本当いっちゃうんだったら本当みんな見逃さない方がいいよ。あっという間に終わっちゃうから。俺今めちゃくちゃ強いよ。K-1 が舐められたイコール俺が舐められたらです。ボコボコでは絶対倒す。見てて。もうチャンピオンになりたい、一番になりたい、世界チャンピオンになりたいと思って、それはもうずっと10代の頃からです。自己満足の世界にもね、一人やってない人からしたらさ、チャンピオンだから何なのって感じですよね。でもいいんじゃない、自己満足で俺が満足すれば。人のために頑張ったわけじゃないから、自分のために頑張ったし。戦いより練習が厳しいよ。早く試合の方がいいよ。試合の方がよっぽどあるだろ。練習苦しかったですよ。練習しながら泣いちゃいそうになっちゃった苦しくて。今だけを逃げたいけど、一番辛い道を進むのが一番成功の近道だと俺は思ったんですよ。俺の方がしこいでやってっから、しこいで練習してっから。現役を引退することを決めました。最高のコンディションで一番強い俺を見せてやるから。僕リングの上でものすごいナルシストなんですよ。今一番強い状態で一番見せれる自信があるから、だから俺は今のタイミングがいいなって思いましたね。もうこれはもう完璧に運命で、俺が彼を倒して終わるっていう運命、筋書きですよ。 K-1MAX が第1回大会から始まって、2003年に俺がチャンピオンになって、それからずっと勝てないで去年チャンピオンになったっていう、これ全部筋書き通りなんですよ。こういうストーリーなんですよ K-1MAX で。最後俺がサワにリベンジするっていうストーリーなんですよ。だから絶対に俺はサワになったと思ってます。そういう運命だと思ってます。俺が倒す運命、それで終わる。あなたと離れてる場所でも挑戦だからね。楽な試合して引退試合って形式的なんだったらいいけどさ、
な挑戦だから全然もう最後の寂しいとかそういう気持ちは終わらなきゃ出ないから、倒しに来てもらって構わないし、お互いバチバチやった方が盛り上がるんで、最後に最高の試合をして勝つっていうふうにも決めてるんで、つまんない試合して勝ってもしょうがないんで、記憶に残る試合をしようと思ってます。いや俺挑戦しないと終わっちゃうよ、死ぬまで挑戦でしょ。